早川選手はね、結構、まあ、面白い能力になってるんで、今回使っていきたいと思うんですけれども、まあ、楽天って今回のアップデートでね、特に先発は厳しくなったんですよ。前から厳しかった先発はですね、もうさらに厳しくなってしまったというところでね、この早川選手もね、まあ、前からではあったと思うんですが、このスロースターター持ちっていうね、もう先発投手としてはもうかなり致命的な特殊能力を持っているんですが、それで通用するのかどうか、試していきたいと思います。今すごいね、フルヒートとんでもない風吹いてたから、めちゃくちゃ難しい当たりだったんですが、辰巳です。まあ、ただね、やっぱり、菅野選手の時も言ったんですけど、このフォーク、このスロースターターかかったフォークっていうのはね、まあ、ちょっと面白い球種になったりするんで、意外と2回のワンアウトまでね、スロースターターが切れるまでいけるんじゃないのかなと思っております。空振り三振。3人そうやっていきます。でね、このカットボールがね、個人的に強いと思っているんですが、うまく狙われ立てるか、マジかよ。うわ、今さ、意外性小深田の使用会してるから、マジで失点この回までは許されなかったんだけど。やってんね。やっぱり先発厳しいか、あれね、早川強いんだけどね。でね、このフォークとサークルチェンジって、若干回転似てるんで、それうまくね、三振取っていきたいね。これね、タイミング合わないと思うんですよ。おー、ほんなら、おー、ちょっとね、タイミング合ってないんで、これセンター取るでしょ。おー、いいじゃん。で、こっからね、スロースターター消えますから、こっから本領発揮です。オッケー、ナイスボールだけど、ライトは、風があるね。危ねえ。まあ相手にしたら結構レート高いっていうのもあってね、なかなか難しい相手ですが、いいよいいよ。サーチェンとフォークをうまく組み合わせていく。ほら、空振りにやっぱ取りやすいんですよ、この2球種で。持ってクロスファイヤーのストレート、完璧。うーん、カットボール決まってる。オッケー、カットボールをね、こううまく使っていきたいですね。オッケー。さあ、最後に詰めやっていきますよね。やっぱりこの球持ちがね、いい気がするんですが、インハイ張ってんのかな。そう、左バッターのね、インハイってめちゃくちゃ行きたくなるんですが、ここはピッチャーの前バント。うん、結構ね、早川のストロングポイント、特にクロスファイアとか出るんでね、ストロングポイントだと思うんですが、なかなか思いっきり振られてますね。そこだけ心配。三塁へスタート。めっちゃいいスタート切られた。いや、インハイちょっと怖いから、こうフォークで逃げよう。オッケーオッケー。しっかりね、空振り取る系の相手なんで、カットボールもね、ちゃんとボールにすれば空振り取れる、めっちゃいい球なんですが、振らないか。じゃ、こう高めの前奏どう？オッケー、そういうボール。マジ、空振り取っていくわ、しっかり。で、最後しっかりと、フォークボールで、おー、どうしてみよう。いや、これ困った時はね、やっぱ普通のストレートしかないんですよ。男の、ストレート、左中間打球はプルヒで流れて流れて、オッケー。さあ、4回やっていきます。ちょっとね、点が取れないんで、この回で最後になるかもしんないんで、ちょっと全力ストレート多めでね、うまく投げていきましょう。やっぱりね、コントロール B なんで、ちょっとね、投げづらさはありますね。甘く入ったセンターへ、これはダメだー。ちょっと高めのボールがあんまり効いてない感はあるけど、ちょっと内ピが出てないね。まあ楽天ピッチャー厳しいっていうのはあるんですけど、やっぱりね、早川投手、まあローテーションに入れても、まあ悪くはないピッチャーだと思うんですけども、試合はちょっと厳しくなるかもしれないですね。まあもしかしてこのフォークとサークルチェンジっていうのはね、もうちょっとあの、切り開かれていく時代が来るかもしれないんで、まあそういう時代に期待して皆さんぜひ使ってみてください。Hey, what's up? 今回ですね、早川選手はね、結構、まあ、